携である。一つは検定、規定の型を演武し審査する。技のキレ、確実性などから判断しランクが決められる。他の武道での段位と同じものであるが、呼び名が三。ルール上の打撃は上半身、面と胴。倒れている相手に対しては寸止め。投げ技は基本的に全て有効。決め技は首、腕、足と全て有効ではあるが、グローブの関係上可能な技は限られてくる。決まり手は有効打撃による一本。投げによる一本。関節、締めによる一本である。一試合2分、2本選手あるいは時間切れでの判定で勝者が決まる。自衛隊員による大会は毎年11月に全自衛隊徒手格闘選手権大会の名称で開催される。各駐屯地に存在する徒手格闘部の選手が一堂に会し、団体戦、個人戦を競う。団体戦は5対5、個人戦は重量、軽量の2階級。What is...